望みじゃないんだ。どれほどどれほど危ない。まあ一番向こうだ。前回と全く同じご飯です。寿司温度はまだいいんですか？寿司温度絶対食べれないよ今。10時半だよ。うん、間違いない。この人ついこの間聞きましたけど、若い頃 何歳ぐらいの頃ですか？何が？お湯ご飯。ああ、小学校の頃。小学校さゆご飯ね。半年ぐらいその左右ご飯だけで生活しており、さらにその後ですね、新聞紙とティッシュだけを食べて生きるという生活もだけじゃない、好きだったっていうだけよ。親御さんに見つかって怒られ、隠れて新聞食べてたよね。俺食べてマジでこれガチですよ。どれほど本当にどれほどってやつですよ。え、そんな面白い。スタッフのお食事よしの、富士山来た。さあ来ましたでございますよ。富士山すっごい綺麗、ぜひね新幹線乗ったら皆さんも見てください。沖さんへ。最近なぜか釜を掘られることが多いです。自分が移動した後1000円で出される。まあそういうことあるよね。こういったお便り募集はしてませんけど、送ってきたらたまに答える可能性ありますんでね、ぜひともお待ちしてお待ちしております。集まれ。何これ？ああ集まれ集まれ集まれ。新海速大垣幸喜です。さあ完全にいただきます。まだ走ってもないんですけどね、電車。しかもシーンとしておりますけれども。その走る前から盛り上がってる電車なんかどこにあるんですか？おいしい。豊橋駅を出発いたしますと俺これ大好きなの。この人のこの人のこれ大好き。岡崎の順に停車いたします。白線のなんとかと思って言ってたじゃん。お下がりください。人生の役には立ってますか今？立ってます。オンリーエドゴングジョードっていうのを久々に見た。いいな。本田忠勝がいるじゃないですか。本当だ。本田なんとか忠勝。岡崎公園行った方がいいですかこれ？完全にだって戦国無双の主人公ですよ。次の。あ、そうなの？本田平八郎の忠勝。ブルーカーペットならぬレッドブリッジをね、私たち練り歩いておりますけれども、さあ岡崎城、まだ見えない。松で全く見えない。全く見えておりませんけれども、岡崎城八丁味噌。まあ石垣はすごいな。でもやっぱ倒れないようにこう、これがあの僕が今やられまくってる平八郎なんですけど、はい、なんすか平八郎って？あの本田さんですか？強楽の平八郎がえらく強いんで。戦国武将それ山さんも出るらしいじゃないですか。おお
そうなんですよ。どういうなんでね、まあ、今の乗っかったかというとですね、うん、多分ちょうどこれが放送される頃に僕山さんのその戦国無双のなんかね戦国無双塾冬の陣とかいうやつで、うん、キムさんと一緒にクイズ問題を作ってる番組が放送されてるはずなんですね。同じこのサイトセブンの中で、なのでまあよかったら見ていただきたいと。僕は享楽でぶっ殺された平八郎を山佐の平八郎でやり返す予定なので、なるほど ね, なるほどね。山佐のパチスロー戦国無双出るらしいんでね、皆さんぜひ打ってみてはいかがでしょうか。携帯いじったんですか。失礼な。先に入れてイエスペコペコ100円、この人1円。あ、これここでやっちゃいけないのかな。そんなわかんない。お願いします。カーツ。適度に適度に幸せにお願いします。あれやばいですよ。はい、というわけでございまして、今週も始まりましたウィッチと光の面白いテレビでございます。まあ、ちょっと訂正があるんですけども、うん、今まで旅の場合はですね、はい、そのまあ、初日と2日目という、うん、ね、2回に分けて、はい、下見本番っていう感じで、ちょっともう下見じゃないよ、ね、やめましょう。全部遊び、そう。遊びその1、遊びその2でね、いきましょうということに、はい、まあ、ようやく気がつきまして、うんうんうん、気が楽になった感じですよね。そうですね。そうだって見なくていいんだもん。入店。あ、右から行ったね。俺は左から行こう。おいが鬼武者ミスターフリーズ大きいですということで、おいって言ったことないですけどね、なかなか出まして、こちら本日見参ジングロスロット一刀両断でございます。おいが、おお、すごい、パチンコ大将打ちたい。うわ、これ打ちたいね。うわ、打ちたい。羽生のモーニング娘。モーニング娘ってパチンコになってたの。ジングとウイチとヒカルのちょっと面白い10日間。ウイチさん、完全にもう一人キャラが増えてますけれども、ものすげえ出てるよ。え、本当に？回数見りゃ分かる、出玉と。オキスロにしますわ。マッハ打とうとしたんすけどね、あまりにも花々の状況が良さそうなんで、この台も決して悪くないはず。あれ、悪い。いや、でも粒的には安定してるんでね、ちょっと打ってみて、ダメなら後ろ行きます。鬼半殺しって書いてますよ。鬼殺しでしょ。鬼半殺し。でもお客さんいっぱいだよ、だから半分四五郎だよね。あ、分かった多分。あ、だから鬼武者の島混んでんだ。これはあくまでも7の5ですよ。ちょっとこれを、このお店沖縄みたいになってる。ここが沖縄はこの倍ぐらい本当はあるんですけど、おー、珍しいっすね、このドリンク置き場がちゃんとあるという、荷物置き場がね。これはオキスロの島ならではなんですけど、いいお店でございます。これは気になるんだけどな。もう飲まれてるよね。びっ
出現率が相当いいんすよ。いくだろうこれ。ラッキーヒット。でかっ。音がでかい。でももういい。よくわかんないし、いやつうか今日輪掛けの日とか何にもあーびっくりした。ちょっとだけちょっとだけ来る。ラッキー。あれちょうど周期抽選だったんだ。俺グローブ1個で昔昔っつても昔じゃないな。リスバスもやってない。本当あの赤グローブ1個でネクスト ART に入ったことが過去にあるんです。ものすごいチェリけどね、これがある気がするわけよ。僕は速攻で掘られそう。おーいい音、いいよねやっぱね。潮騒系の花々系も捨てがたいけれども、やはりこの音も捨てがたいですな。斜めリップしたら4分の1かなんかで確か入ったような、なかなか揃わないですけどね。斜めリップは大チャンスなんですよ。
ちた台は光るんだよね。ということは2台隣のスペハナが光るのかな。いやもうないね。ちょっと愛知県だからまずは沖からっていう風に考えたんですけど、人間の波がちょっと伴ってなかったっすね。大失敗。ほら、ああ、俺言ったよね。俺言ったじゃん、光るって。俺がやめた台光るっつったじゃん。ということは俺がさっきまで打ってた台が。最初に打った台、何光るのこれ、なんでなんでマジで1780で来るの。よし、じゃあお姉さんの言うことをちょっと信じてみようかな。隣が光るよね。隣が光るんだよね。来た。よくやるんだよね、オキスロの人って、うん、俺もよくやってた、懐かしい。え？あー、そろそろ光ってくれるんじゃないかな。ダメ、粘りと根性でね。粘りと根性。ちょっと他を様子見てきます。おわ、大チャンス台が開いている。そんなにチャンスではない。ワッサンはあります。まずい、何にも起こらない、何にも起こらないよ。もう6台目ぐらいで、今目が合った瞬間に、なんであの顔したんですか。一回も何にも当たらない、何にも来てない、何にも来ない。基本中の基本のことを教えてあげます、はい、スロットっていうのは、はい、粘りと頑張りです。全く同じことをおばちゃんに言われた今さっき。お兄ちゃん粘りと頑張りだよって。でも絶対無理だからやめるっつって。無理だって思ってやめてすぐ鎌掘られる。いや、それそのパターン、もう2台やられてる。どれほどどれほどお金を使えばいいでしょうか。頑張るよ。この前ね、チラッと打ったんですよ、仕事で。予想以上にまだ面白かったかなっていう。お、X だ。 X じゃない、5ぞろいでございます。ふーん、お、よし、リプレイ、リプレイ来たらチャンス。お、この目はリプレイじゃないの。あー、ダメだ、これでほぼダメです。はい、ダメです。奥さんに教えてあげる。鬼の左角開きましたよ。うっそ、これいいよね、夕方大チャンス。いらない、いらない、うん、じゃあもういい、行く行く。さあ、広角を捨てていいんでしょうか。俺ダメな気がするんだけど、もうでもいいや、今日はボーナス300何分の1。ダメでしょう、5だね。出た、やるよね。もうこれやったらダメだよね。すいません、ありがとうございます。
めるのに俺に連絡の一つ。ごめんごめんごめん。考えられないもう。そうだよね。やめるんだったら。確かに打つって言ってたよね。ごめんごめんごめん。あ、ずれた。よし、いいか。一発目から、一発目からやられてる。初だろこれは。あら、日本のボクシングもまだまだだな。ほら、レインボーじゃん。宮崎マジック、これはちょっと許しがたいですよ。残念ながらあの鬼武者見てもらいます、ね、どれほど掘られるんでしょうか今日。これおそらくですよ、僕の予言が正しければ夕方画面からスタートするはずです。ほら見ろ、ほら見ろ、イエイ、広角掘った、俺が打ってたんですけどね。もう最悪だよマジで。お、どういうことですかこれ。なんでもない、なんでもないのこれ。なんでもなくないだろう。どうしてその程度か。どうしたっちゃ、頑張れ西松。もう復活してる。お姉ちゃん、うわー、お姉ちゃんありがとう。お姉ちゃん、お姉ちゃんは夢の中でも群抜だったぜ。これがたどり着く最後の火の玉。贅沢に見せてくれるんですね、これ。人がいたらいいらしいです。とうとう始まるだ。行くぞ。どうしたらいいの？どうしたらいいんだよ。これで分かったかね、無駄だということが。あ、消えそう。ここ頑張ると熱いはず、多分。これは危なそうです。宙に浮いた、めちゃくちゃ危なそうじゃん。耐えることができるのか。これ
で分かったか、実力が違いすぎるのか。そんなわけないだろう。リングの上では白熱した戦いが繰り広げられています。これは関係ないですね。関係ないです。まあ悪くはない。まだ続くでしょ。続くよね。あ、入った、入ったよね、これね。ありがとうございました。イエスラークラーうわ、うるせえ。これ白なら頭です。白白白。あ、来たー来たーやっと来たチャンスなんじゃないの。ゴーゴー。きつい、全然揃わない。さあ、番組のいつなのか分かりませんが、はい、カチカチ君 3.0 に、ホワイトスケルトンに続きましてレッドスケルトンが出るということで、それを記念いたしまして3名の方に何色かをプレゼントしたいと思いますので、ね、はい、どしどしご応募ください。よろしくお願いします。お待ちしております。どれほどキーワードはどれほどにしようそれでいい。さあ、というわけでございましてエンディングでございますけれどもね、はい、なんかよくわかんないんですけど、もうあなたがダメだ俺やばいよ。まあしょうがない。オキの時からもう今日我慢ですよ、粘りと、うんうん、そう、オキの女神にも言われたし特地にも言われたんだよ、ね、粘りと根性です。粘りと根性だって言われて、粘りはわかんだけどさ、根性って何よあーってでしょ。ゴーゾロイ全然弾けなかったよ。ゴーゾロイ、うん、もうね、和訳者でございますけれども、ここで重要なお知らせがございますよ。重大でございます。重大なお知らせでございます。はい、実は今週をもちまして、はい、オモスロイ TV、終了でございます。よし、くそ、ドヘアドヘアドヘア。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウィチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、ヨタクガルセの月とすっぽんぽん、エゴやつまったな。いい感じ。第2金曜配信、サギサギカップ最新大会、ガーンとミスターを追ってますよ、終わったよね。第3金曜配信、ガリゾートわさびの半先、未公開シーン、なんか言っちゃった、言っちゃったよ、マジで。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。